い、皆さんこんにちは。飲んだくれ姫りんごです。今日は30度、はい、こんな格好ですいませんってことで、早速ね飲んでいきたいと思います。いくかな、うまく告げるといいんですけど、いい感じかな。画面をチェックしながら、あ、いいね、はい、それではお休みの方もお仕事の方も今日も一日お疲れ様です。乾杯。うまい。はい、すいません、ちょっと下に行きますね。一息ついた。うん、ということで、今日はごめんなさい、また緑ですね、食卓が。もうピーマン、これ何個分だと思います？10個分ですよ。もう切り刻んできました、本当に。冷蔵野菜室に一つも残らないようにね。これはね、しかも最悪なんですよ、あのオイスター炒めにしようとしたのに豆板醤を入れてしまったっていうね、最大失敗作。食べるの怖いで、後で気づいて、あの入れ物が一緒なもんでね、でもほら入れたんですけど味見してません、怖いです。はい、そしてこれがまたうちで採れた、今日採れたばかりのきゅうりともやしのナムルでございまして、これも今朝採れたうちの枝豆でございます。あとこれはね、手羽先のなんだっけな、これはコチュジャン炒めです。はい、コチュジャン炒めと、あとこれは鮭のバター醤油炒めですね。はい、暑いったらありゃしない、セミが鳴いてる北海道。私ね、こんなにね袖なしを着なかった年ってないんですよ、本当におかしい。ちょっと、とりあえずあの毒味をしてみますね。やだな、辛かったら汗かきそう、これ。すいません、ピーマンとしめじと卵の豆板醤炒めです。すいません、いただきます。辛い！わーお！やっちまった！辛い！おかしい。いや、大さじ3杯も入れちゃったんですよ、バカだから。で、これがナムルです。うん、かわー、誰か、もう誰か、痛い。ちょっとごめんなさいね、ちょっと緊急事態。辛いよ。もうほんと、どうしよう、なんか辛いの。はい、とりあえずこれがあのね、適当に作った、さっきあの小麦粉にまぶして焼いて、はい、あのしめじで炒めた、本日バター醤油でいただきます。もう食べて辛さを緩和する。またこれもね、ちょっと大丈夫かな。あのこれはね、あの手羽先、手羽元ってこうやってくっついてるじゃないですか、こうやってこれとこれ、ここをねチョキンって切って、キッチンバサミでこのおっぽをおっぽで食べて、この身は身で食べれるようにします。いただきますね、これコチュジャン。こっちはね、コチュジャンとケチャップで炒めてるので、あ、甘いわ。落ち着く。
だいぶ辛さが引いてきました。手で、こんな感じでね、ただ食べやすいかなと思ってハサミで切ってみましたけれども、あーよかった。いや辛い、どうしようこれ、汗が吹き出てきた、もうタオル首から巻いて一緒に喋んなきゃダメだこれ。これなん、もやしが冷たくて最高。あやだ、もうビールさ500にしようかと思うんですけど、私あのこっちとかハイボールとかワイン飲みたいんで、ビールはもう1杯でいいんです、お腹いっぱいになるんで。ビール好きな人ってビールずっと飲めますよね、すごい羨ましい。私もうビール飲めないんですよね、本当にずっと。お腹いっぱいになってつまみ食べれなくなっちゃうんで、それがね一番ネックだなと思って。そうそう、あとこれなんだっけ、これねまだね、私この間取るの早かったみたいなんですよ、枝豆。今日ねちゃんとふっくらしたね枝豆取れたんです。これほら見えますか、あちょっとせっかちなんだな。まあ皆さんもねお気づきのように、もう喋り方もせっかちだしね、もうズボラだし、もうちょっと待てばよかったの、ほんと。あともうちょっと待ってもよかったんだと思うんですけど、すぐ持ってきちゃうからね、ほんとに。あー美味しい、これこれ、もうこれをね求めてたんですよ、このねちゃんとぷっくらしたほら身のついたやつ。うん、別に失敗したわけじゃなかったんで、せっかちだから勝手に取っていっちゃったんですね、私ね。まあ本当にね、まあ本当にあの大体動いてるか喋ってるかなんでね、マグロのような女でございます、海水魚のような女でございますがね、本当に今日はちょっとこれね、どうしよう、 何でこう食べやすくしたらいいのか私分かりません、今思いつかない、辛すぎてね、これ砂糖入れてもダメだろうし、マヨネーズでもかけようかと思ってます、今マヨネーズのあのマイルドさでちょっと緩和させようかなって、ちょっとやって、で今ちょっとまた冷蔵庫行くとまたあれなんで食べますよ。もうもったいないことしてしまいました。もう豆板醤とねオイスターソースのあのこう売ってるの知りません、あれ同じ入れ物でよく見ない、冷蔵庫からパッて取ってパッて入れたもんだったらもう豆板醤だったって、もう本当にね、あーもうね入れたら後の祭りですね、本当こんなことばっかりやってますけど、今日はね土曜日なんでね、もうお弁当作んなくていいんです、ただそれだけが嬉しくてね、すいませんちょっと白霧を飲ませていただきたいですけどもね、うん、そうもうねそれだけがねもう唯一の週1回の楽しみ、まあ、明日何も作らないぞって決めてますからね、もう本当に明日日曜日なんでね、でもね結局ね明日の夜にまたお弁当作んなきゃいけないんですけど、今日は作らなくて、土曜日の夜だけは作らなくていいので、はい、だからなんかちょっとこうつまみ系にね、あとまたなんかあのなんだっけ、柿ピーとかね、なんかちょっといろんなもんつまみながら夜な夜でしみしみね飲んでいきたいと思いますけどね、うん、あーうまい、はい、ということで今日は何の紹介をしたかったのかというと、まあ、これですね、メインはすごい簡単だったので皆さんに作ってほしいんですけれども、本当にケチャップと、なんだっけ、豆板醤大さじ3ずつで、あと、まあ、そうですね、ちょっと手間がかかりますね。私はキッチンバサミで手羽先を切ったんですけど、まあ、うん、切った方が食べやすいかなと思ってるんで、切りました。そこに片栗粉をまぶして、そして、焼くんですよ。皮目から、フライパンで。そして、両面ね、焼き上がった時に弱火にして蓋をして、
ケチャップ大さじ3と、コチュジャン大さじ3と、あと、お酒が、大さじ2かな。はい。それとなんか醤油も大さじ1ぐらい入れて、なんかもう、本当に適当で、私ごめんなさい、今日はね、動画に映してなんか適当な量でいつもやってるので、皆さんそうですよね、結構まあ私ももうアラフィフなんでね、家庭料理って、わざわざ大さじ1とかって測らないから、目分量でね、うん、ちょっとやってしまうんですよね。はい。だからちょっと今日は動画に上げてませんけれども、まあ、美味しいですわ。子供も食べれる、コチュジャン使ってても、ケチャップ使ってるんでね。はい。なので、美味しいと思います。はい。今日はこんな感じで、ちょっと辛いんでね、口が。これからこれにマヨネーズを足してちょっと試してみますね。辛さがちょっと緩和されるかどうか。はい。それで今日もご視聴ありがとうございます。コメントいつも本当にありがとうございます。乾杯の時だけはねちょっと顔をね出そうかなって、昨日からやってきてるんですけど、やめましょうかな、やめるかどうしようか考えるのちょっと、もういい年なんでね、若くてピチピチした女性だったらねいいんですけどね、でもまあでもね乾杯ぐらいはね皆さんと一緒にこんな顔して飲んでるよぐらいのね顔でいきたいと思いますのでね、お付き合いください。はい。それではね、チャンネル、いつもごめんなさい。今日もご視聴ありがとうございます。コメント、グッドボタン、チャンネル登録の方、お待ちしております。飲んだくれひめりんごでした。それではまた、失礼いたします。